新衣装ライス、衝撃的な秘密を暴露するに対するみんなの反応。天国かな？クリスマスブライトとセットで見たい。あのさぁ、こういう不意打ちされたら耐震トレの俺は死ぬんだが。ライスと耐震って絡みあるんだな。恐ろう。ほっか無理かわいい。お前を握ってやるという意思表示。引きたくなるからやめろや。本当にこの娘あざとかわいいな。ライスちゃんかわいいライスちゃんになりたい。はっや。お前がナンバーワンだ。すごい。なんでみんな今石あんの？おそらく推しのためなら後の請求額は顧みない男が多いのよ。お前を圧縮してやるという意思表示。圧縮圧縮空気を圧縮。ジェンチルさん圧縮した、なら使いますわね。圧縮してやると心の中で思ったなら、その時すでに圧縮しているんだね姉貴。ゴミ圧縮機の異名ってそういう？そういうわけでじゃないんだよお兄様って時のライス。お前なんか握ってやる。圧縮されたお布団もこちらの乾燥機でふわふわに。あやべさんもう寝ましょ。ライスかわいいな。モサはいる、羨ましいが。毛布、ふわふわね。猛暑に見えたよ、暑いなぁ。最近猛暑猛暑してるから仕方ない。耐震とライスは最後のレースが同じなんだ。つまり、二人はプリキュア？調べたら成田耐震号はビリなんだな。どんなギュッてして差し上げますわ、川上ギュッてしてやりますわ。物理的な圧縮じゃねえから。ギュッとしてドカーン。逆にどんなをギュッとして、圧倒的な体幹と確かな筋肉の厚みを感じたい。クソデカおにぎりちゃん苦しいほど好き。丸善孫族の層は厚い。やめてくれないか、タイトレに尊みをワッと浴びせかけるのは。ほう、ブラライスですか。プライスレスですね。ライスのブラ。ブライトがライスをギュッとする、私は良いと思う。に、にゃが、よ、よくぞ言ってくれました、ザマン。ライス引いたらまずはチョコボンと大宝食祭のライブを見ないとだな。おいおい耐震照れるやんけ。突き刺さるローキック。おびただしい数の見物人が確かに目撃した、ライスシャワーの手が慣れた手つきで握る握り飯。エアライス。ライスの作るおにぎりなら、たとえ脇で握ったって。汗かいちゃったね、ライスシャワー。大食いだけど腹をさらしてカッポしないあたりが他の子と違うよな。恥じらい丸。一ついいかな、ライスのトレーナーさん、食った飯、どこに行った？練習の消費エネルギーで全部消えたよ。ビワハヤヒデやウイニングチケットに料理食べてもらうのがそんなに嬉しいのか。友達思いだな耐震。日頃お世話になっている同室のスーパークリークの可能性もあるやろ。ガチャスレでちょくちょく見かける黒い会長さんほんとすこ。唐突なブラックバードは湾岸時速300キロ。一瞬、霊文のことかと思った昔話をしてあげる。俺がようやく引き終えた頃にもう星5にしてるとは、戦局では負けへんでー。正々堂々京都で勝負せいや。10連だけしてみようかな。いかん、そいつに手を出すな、戻れなくなるぞ。手こずっているようだな、尻をかそう。Google でパルバライザー検索したら、サジェストに馬娘出てきて笑った。耐震の夏合宿でライスとの絡みがあったな。お兄様の弱みを握るね、お兄様、リボ払い使ってるみたいだね。アメリカ株とナスカイの二段構えだよライス。久しぶりに鬼姉様たちの全力を見た。20分でナンバーワンなれるならややよかった。ハロウィンといいライスあざとかわいいな。ライスとブライトのつながり、そうか二人とも丸善さんの血統なのか。二人ともお人形さんみたいにかわいいつながりでも良きだけど。やるな、ブライト。ものすごい前向きになってきたなこの子、もはやかこの呪縛から完全に解き放たれてる。性能的には必須じゃないだろ、ジュエルも温存しなきゃだろ、これから欲しい新規の娘もたくさんいるんだろ。何度も何度も自分に言い聞かせてるのに、気がついたら吸い込まれるようにガチャ画面に行ってしまってる自分がいる。正直、踏みとどまれる自信がない。
少ない回数で弾けるかもという悪魔のささやきがいつもついて回る。交換チケまで待てるならまあ、その間に勝利ポーズとかライブ映像とか追加イベとかは血の涙で我慢してもらう。ライスをグッとするブライトとブライトにグッとされるライスください。大神のそういう一面知らされると存在しない記憶が出てきそう。この上目遣いが俺を狂わせる。この小実はめちゃくちゃ計算高い。スポーツ用の水筒の中身をうっかりこぼせる女だ。格が違う。かわいい、食べちゃいたい。ご飯だけに、か？料理してる時の大神の表情見てライズジャンにずらバレ出るよカレーとかシチューとか作ってくれる大神。ミロチケット、自他共に認める小食だというのに複数人分のドライカレーを作る大神だ。ライスはこれでも後頭部だからな。トレセン卒業後の将来設計あるから作中だとかなり大人な子だよ。将来の夢は500色の色鉛筆を揃えることだもんな。青春水筒事件は最近のアスリートが使う水筒の構造を把握してなかったやつだと思ってる。俺も言われて知った、競馬だけじゃなく陸上のネタとかももっと拾ってほしいよね。ライスの飲み物こぼすネタは作中で3回ぐらいあった気がするけど最近はもうないな。聖なる一歩半するんか。大神はけなげだなぁ。大好きな人じゃあげる相手が多すぎるのよね。まさかライスのセリフから一歩半してくるとは。大神結構料理うまいからな。トレーナーかもしれないし、早秀かもしれないし、チケットかもしれないし、クリークかもしれない。BNW は料理王って感じでもないし、クリークかな。お米うますぎ祭りだよ。京都特化ライスさんですか。中連で理事長とライスさんと LINE 通知が同時に来た。10月あたりのちゃんみかりぐひで米祭り来る？ライスさんのおにぎりは不祥事。このおにぎり何合分なんだろう。いずれこのデカおにぎり級のディス地球や肩まんじゅうも来るんだろうか。お兄様お姉様以外には優しいガチャでよかった。欲しいけど石がなぁというガチャが来た時は10連だけ回して現実を見て撤退することにしてる。清楚な展開から出される極大おにぎりはさすが。結構分回してるお兄様がいて怖いです。ライスは私がいなくても大丈夫だから引きに行きません。嘘ですお派手狙いに行きます。ブライトさんにグッてされるライスさんください。おにぎりがでかすぎてダメだった。ライスは今引いといて次の中長特化シナリオまで塩漬けかな？新米さん補正が。ライスさんってこれで後頭部なのマジでありがたい。言っておきますが後頭部でも合法ではありません。ライスさんをガン見しながらご飯を食べてライス美味しいって言いたい。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。